にちは、さちおです。今日はね、最近ちょっと話題になっているあるものを知らします。それがこちらです。PK Z が PK50 です。 PK50! そうです。これね、僕なんか出た時からちょっとカットいいんじゃないと思ってこう気になっちゃったんで、今日はその徹底検証していきたいと思います。いきます。じゃあ、小足からいきます。はい、ちなみに重いです。意外とやばい、重いです。重いです。あ、なんか測ったんですけど、普段使ってるラケットより 5-6g ぐらい重くなっちゃいます。結構重くなる。はい。第一印象、はい、飛距離はあんまり出ない、うん、って感じです。爽快の飛びはちょっとないですかね。うん、あ、それはあった。俺も打った時球持ちはすごいいいんですけど、行かない、純粋に飛んでいかない感じするよね。はい、だからやっぱ反発を抑えてる感じがする、うん、からやっぱ中級者向け。そうですね。でも元々多分そういう系あれでしょ、あのコンセプトで出してるから、はい、打ちやすさ的には全然申し分ないんですけど、飛ばせる力があってある程度引っ掛けて飛ばせる人がそれ使うと多分物足りなく感じるよね。ちょっともうちょっと言っていいですか。これでいけるぐらいなら永遠打てそうなんですね。ああ、ちょっと永遠のことだったらすごい打ちやすいと思います。ミスする機会がなかったです、マジで。まあ、粘着なんでボール持つんで補正もありますし、こうイメージ通りのボールが打てるかなって感じですかね。強いインパクトだとちょっと物足りなさはあります。じゃあ次していいですか。あ、飛ばない。でもね、これ切っても多分台に収まるっていうこの感覚がありますね。飛びすぎない、はい、これは台上とかだったらすごいメリットかもしれない。うん、多分台上とかやっぱ飛ばないランナーが打ちやすいって言うから、はい、ひょうひょうとか台上めっちゃやすいし。そうですね、粘着だから。うん、よかったです。はい、はい、じゃあ次カットします。はい、はい、お、飛ばな、飛ばなすぎでしょ。すごい、すごい、飛ばね。いい意味で飛ばない、それともどうなんでしょうね、これ。いや、ギャップがすごくてびっくりしたけど。飛ばない。や、飛ぶ。なんだこれ。うわ、下がっちゃう。前でやった方が良さげっていい。飛ばないんで後ろ下がってカットしようとすると飛ばさなきゃと思ってボールの下こすりすぎちゃって、多分かかってる分すごいオーバーしちゃうんですよね。今だからちょっと前にやって、まあ、真下に振り下ろすイメージでボールを送った方が、まあ、なんとか入るかなって感じ。ただ普段使ってるの全然違いすぎてびっくり、びっくり、本当に。でもラケットはちょっと弾みが使っちゃってるから、ラバーは少し抑えめにしたいみたいなとかだったら意外といいかも。これちょっとラケットもあんま弾まないから
弾まないに弾まないのっていう組み合わせなんで、ちょっと弾まなすぎる感じはあるんですけど、でも多分比較的カットには向いてるナンバーかなと思います。ちょっとじゃあ強打もいいですか。はい、お願いします。中級者とかにレベルアップしたりとか、ちょっとラバーの弾みを少し上げたいなっていう人とかにはすごいちょうど良くなるんじゃないかなっていうふうには個人的には感じるかな。で今思ったのは、あのタキネスチョップとかあるじゃないですか、昔のソーダスでも、あっち系の感覚ですかね。へー、カットの感覚は高弾性ラバーっぽさがすごいあったんで、それこそやっぱ初級レベルのカットマンにはいいのかもしれないなと思います。なんかタキネスチョップとかって弾まなさすぎるから、僕はあんまり初心者に向いてなさそうだなと思ってて、逆にだけどこれぐらいだったらちょうどいいのかなって思ったりしましたね。なのでまあ好みは分かれると思うんですけど、全然カットには意外と向いてる方のラバーだと思います、意外とって感じな結論です。はい、独特でした。 P か PK は PK50 は独特でした。以上、バイバイ。